それでは北川天笠データ工学研究室の天笠が、研究テーマについて説明します。私の研究テーマは、大体こういうマップに表現することができます。でこのマップは、横軸が、データの種類ですね。まず、構造が決まっている関係データ、それから、全然構造のないテキストデータ、それからその中間にあたる、XML ですとか RDF グラフデータといった、データ、いろんな種類のデータがあります。それから、この縦軸は、情報システムにおける、位置というか、位置づけなんですけども、クラウドにおけるサーバーにとでの大規模な処理、それから、一番下がこうエッジと呼ばれる、デバイス、小型デバイス、スマホ、センサーみたいな、そういうものですね。でその中間にあたるのがフォグと呼ばれるものですけども、で、私の研究は、構造データ、半構造データ、非構造データに対する、サーバー側での大規模処理。で、特にですね、ナレッジベースと呼ばれるものの、処理。で、特に分析処理から、それに対する問い合わせ処理ですね。で、それらを、例えば、GPU、FPGA 等の、先進的なデバイスを使って高速化すると。そういう研究に、興味を持っています。また現在はやっていないんですけど、今後大事になるであろうと思っているところが、エッジデバイスでのナレッジベース、グラフで表現されるようなデータの活用、サーバー側と連携した活用のようなものも興味を持っています。で具体的な研究テーマをいくつか紹介しますけれども、まず知識ベースというのがありまして、これは知識、我々が持っている知識を、計算機上で処理できる形に、表現したものなんですけども、そういうのが、今後、非常に重要になってきている。特に、リンクとオープンデータと呼ばれるですね、データを機械処理可能な形で、しかも、広く、流通可能にする、そういう、取り組みが、例えば政府、企業等で、広まってまして、そういうのを、そういうデータがどんどん蓄積されているという、そういう現状があります。これはリンクとオープンデータクラウドといってですね、こういうのが世界中でこうどんどん増えているという、そういう状況があります。そういうその大規模な知識ベースに対する、高速な検索から推論から、分析処理といったものに、興味があります。でそれからですね、GPU ですとか FPGA を使った先進的なデバイスを使った大規模データ処理の、高速化というところなんですけど、例えばグラフデータというのがありますけども、これの処理っていうのは非常に、コストがかかります。でそれを、GPU を使って、高速化する。これはラベル伝搬法といわれるクラスタリングのアルゴリズムなんですけども、それを GPU で、高速化すると、そういう研究をやったりしていますし、これは非構造の例ですけども、テキストデータですね。テキストで表現されたデータで、同じものを表す、類似の高いもののペアを全部列挙するという、そういうのを、類似結合というんですけども、それをやはり GPU を使って高速化するといった、取り組みをやってきています。こういう研究を、FPGA ですとか、いろんなデバイス、それから並列計算とかを使って高速化するということに興味を持っています。あるいは、我々の計算科学研究センターというところにいまして、コンピュータサイエンスだけではなくて、ドメインのサイエンティストですね、例えば天文ですとか気象といったところと、コラボレーションする機会があります。これは一つの例なんですけども、スバル望遠鏡というのがありますけども、そこでハイパーシュープリームカムという最新のディテクターがありまして、それで、超遠方銀河の、画像が、撮れます。で、これ一晩で膨大な観測データが取得できますけども、その中には、数百万とか数千万天体がありますけども、この中から、研究者が欲しい、天体を、自動的に、機械学習等を使って見つけてくると、そういう研究をやったりしています。このように、コンピューターサイエンスを実際にその科学データに適用するというところにも興味を持ってやっています。ということで、我々の研究室の特徴としては、その学内外の研究者との連携も活発にやってまして、例えば計算科学研究センターの中では、素粒子物理、地球環境、分子生物学といったところと、
連携していますし、まあ、学外とも JAXA や天文台その他との共同研究もやってますので、まあ、こういう研究に興味がある人はぜひうちの研究室で一緒に研究しましょう。以上です。